大義であった。毛利のもう士気がなくなってますね。大軍同士の戦いで負けまくってる毛利。よいしょ。そして、いいね、八つ橋も戦わずに取れてる。じゃあこれどんどん軍出しましょう。ガッサン戸田城に向かいましょう。最近ね、大河ドラマの毛利元就を見て、ガッサン戸田ということを学びました。で、ここで1万2000で戦えると、それは出すべきだろ、軍を。1800。こいつも出して、1万5000。出陣します。ここで当たりましょう。で、彼らは、何？ここで兵ガラガラにしてそっち向かってくれんの？だとしたらめっちゃアドなんですけど。このまま行きます。待機せよ。よいしょ。郡山城に到着。18日でいいんだね。すぐだ。これでバコバコ取っていけば、まあ、かなり有利に立ち回れるんじゃないかなって思う。できればここのね、城を取ってしまえば、多分ね、この城が準建長2個持っててアホらしいんで、ちょっと通り過ぎるのもあって、いったね。して、清須織田。神前が終了と。で、兵がいなくなったのなら、ここで、ぶつかればいいというだけの話。おっと？ 1 万9000。勝てるな。1万9000ポッチしか出ないんだったら余裕だぞ。とりあえず、このまま、時間を進めてみよう。そして、ガッサン戸田に到着。すぐは取れないけど、まあ、24日で取れるなら。で、モグラ攻めができるんで、モグラ攻め使っちゃいましょう。ここで24日はちょっと長い。で、ちょっと軍の練りが変わってたんだよね、練り方が。ちょっとそれが気になるんで、そこ確認しとこう。9800?9800? 問題なくね。このまま行っちゃいましょう。なんで9800出てきたんだ。まあ、勝てるんでいいでしょう。勝ちを重ねて天下を目指す。よし、勝利じゃ。で、高峰城に到着で、33日でいいから2日待って交渉だね。士気がないから多分すぐ落ちるはず。そして、よし、吉田郡山城取れたね。これ毛利元就の一番最初の城ですね、メインの。大河ドラマでやってた。やっぱ大河ドラマ見ますよね、このゲーム好きだったら。と言って私ね、まだ明智光秀を見てないんですけど、麒麟が来る。まあ、親が録画してくれてたんでね、全部見ようかなって思ってます。片付けない。何の報告だよ。で、まあそんなこんで言って、吉田郡山は取れたんで、軍を出すんだけど、君何人出そう？ 1 万5000。行くぞ。まあ、兵数上限さえ見とけば大丈夫だけど、まあまあ、多分すぐ落ちると思うんで大丈夫でしょう。じゃあ、行こう。サクッとどんどん取っていきたいんで、どっちと、日の山向かうかな。日の山なのか、8800。今これ戻ったから、こっちだね。進め。多分こっちの方が兵少ないんで、赤くなってるんで、そんな軍出れないという予想で、内側ちょっと取りに行こう。じゃあ、ちょっと時間を進めつつ、多分ここが31日切ったと思うんで、そうだね、31日なんで、交渉。そうすると、すぐにね、交渉ができるということで。これ、方位で31日以下だった場合、すぐになるんで、10日待たなくていいんで。さっきみたいに33日だったら2日待つとかね、この作戦。皆さんもね、ぜひとも使ってほしい。よいしょ。で、お、高速壁。優秀だな、近安。行ってこい。外勢100だからワンチャン取れるんじゃない？まあ、全面でいいでしょう。あー、ダメか。じゃあ、ここは30日待つしかない。ここの城取れたらでかいんだよね。ぜひとも取りたい。ここ準建所がね、めっちゃある。っていう条件なんで。よいしょ。で、46日でいいんで、強行しましょう。めんどくさすぎる。で、君何人出んの？ 2 万6000。いいけどよく、あ、2万6000。2万6000の差ならどうにかなる。どうにかなるけど、めんどくさいよな。な、待って、2万1000。手を打とう。あ、余裕だわ。全然いい。このまま行こう。そして、
毛利の城に到着と。88日だけど交渉が打てるんで交渉しましょう。よいしょ。貨幣でもさ、交渉で城取れるかもしれないんで、攻める価値はありますよね。そして相手方の準備が整ったようです。なんだなんだ、お、エケイがいる。エケイなら取れるんじゃない？テルモトにエケイが向かうって予想外だな。完全に裏切り者だな。全面通るんかい。まあ、ありがたく受け取りましょう。行きます。じゃあこれ、備中松山城向かおうかな。多分どうとでもなるんだよね。よしよしよしよ。じゃあどんどん行きまーす。ここまで兵蹴散らされたら毛利もなんか対応はできなくなってるね。そして冬ということで、ご命令くだされ。一応ね、兵数とか気にせず、気にしてやっていきたいと思うんだけど、16000、ここの兵数上限が21000なんで、まあ勝てるでしょう。このままいっていいね。そして松山にも到着。包囲でいいんだけど交渉します。交渉で取れればね、城攻めしなくてよくなるから、めっちゃでかい。そしてよし、ガッサン戸田ゲットだぜ。この城がマジで大変な城なんだよね。で、ここは係数上限16000。戦いたくないけど、まあうちに出てこないみたいだし、このまま行ってよさそう。で、25000が来たって言ってるんだけど、まあ全軍出しましょう。あ、決戦なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。あ、勝てるんだ。じゃあいいや、指揮取らなあ、いでいいね。勝って兜の王子。なんでだろう、2万5000出てたらさ、結構まずい気がしたんだけど。てかあれだね、準権所が包囲したことによって破壊できたっていうのがでかいね。一石何十鳥の策にもなってるな。そして兵糧攻め完了。決戦が起きちゃったせいでちょっとめんどくさいことにはなってるけど、まあいいか。出陣するぞ。薩摩城を向かわせます。で、軍もうちょい出したい。部隊数が足りない。36000。そんなにはいら、いや3万6000出そう。覚悟はいいか。出して下妻雷電は下向かわせて、出陣するぞ。下からバーって取っていこうか。そうしよう。ちょっと人が舞台を多くしてささっとね、取らないと民が怒り狂うんで。そしてエケ行ってこい。ハンコク JK とテルモトっていうのがマジで爆笑なんだが、懐刀が裏切ってるっていうね。テルモト戦う気なしだな。全然戦わねえじゃん。よいしょ。まあ、ボンボン行きましょう。そして新山城に到着。結構もう、あ、70日交渉が出てないだと。まあ、これは気をつけながらね、軍の動き見とかないと厄介なことになりかねないんで。よいしょ。お、ヒグマ取れた。でかいでかいでかい。よいしょ。じゃあ適当に。で、こいつらだよな。29000。日の山城を囲うことによって6000の部隊をちょっと殺すっていう手段に行こうかな。部隊出れなくなるからね。そして徳山城に到着。76日なんだけど交渉が出てるんで交渉で行きましょう。ポンと。そして新編城って読むのかな。まあ、ここも交渉でいいね。ただ問題はここの読み方が合ってるのかどうか。そして柿崎家は南部家によって滅ぼされました。これで南部はもう南に侵攻しかなくなったんで、多分南部が東北強くなるんじゃないかな。そして大雪のようです。あ、雪降ってる。中国地方若干、まああんま関係ないね。これより表情を始める。そして表情、九州短大の移行により配下や民から提言が集まっておりますということでね、試作力を増やしてくれるのはありがたい。で、まあいろいろ欲しい能力はあるんですが、まあ、今回は、まあ、論議は取りたい。論議と商業にしますか。
おっと、軍事取っちゃう。いいね、絶好調80持ってきた。すごい優秀だと思いますね。じゃあこんなもんでしょう。で、この辺強いね。兵糧収入増えるやつが取れるっていうのは嬉しいけど、まだ取れない。で、お、対明公案取っちゃおう。これで、こっちの軍事提案とか、まあ、提案強化飽きない商業提案力増加とかが取れる。まあ、とりあえず、今はこんなもんですね。そして、当家に使いたいと言ってるやつがいるんだけど、あんまり優秀なのいないな。すまねえな。やっぱ京都付近じゃないとダメかね。で、うわ、金銭収入がマイナス4000ってことは、どっかで足軽めっちゃ雇ってるとか。ああ、この辺か。新しく取った城がそういう感じなのね。金銭収入が足軽雇いまくってて良くないと。まあ勝手にその辺はいじってくれるんでいいでしょう。で、ここは交渉で取りましょう。結構交渉が効いてるね。城主交渉有利取ってるのもでかいのかもしれない。そして日の山に到着と。まあ、ここも交渉でいいでしょう。行くぞ。話し合いで取れるほど楽な城はねえよな。そして高速壁さん行ってくる。過疎壁だっけな、名前忘れちゃった。なんか過疎壁な気もしてきた。まあ、とりあえずここは全面。無理なら待ちます。君はここだっけ、舞台。あ、高速壁近いやつ。合ってるね、高速壁で。よかったよかった。毎回間違えると、怒られちゃうからね。歴史好きな方には。そして、暗黒寺エケイ、行ってこい。エケイが3連続でテルモトを解き伏せるっていうね。よし、4連続行ってこい。テルモト、マジで、気概なさすぎるだろ。一番兵数少ない部隊が城攻めがめっちゃ順調っていう謎が起きてるな。よいしょ。で、あ、ここ微妙。土井さんに行かせるか島津俊久に行かせるかなんだけど、さすがに21の差はでかいと思うんで、外性の高い俊久に行かせます。頼むぞ、全面解放じゃ。あ、無理。じゃあダメ。講和はしないからさ、うち。で、沖縄山城なのかな。まあ、ここも1日待って交渉だね。で、相手方の準備が整ったということで、元地下に行ってもらおうか。こっちは62いけるんじゃない。よし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 、たわいのないものよ。ナイスだね。日の山抜いてくれたのはでかい。ここか。行こう。じゃあ兵のいっぱいいる城、佐藤銀山とか行ってみるか。で、多分ここ1日経ったんで、まだか。はい、30日か。交渉。 AK と照本のこの相性が良すぎてやばいな。全面解放。立ちはだかるなら、これ毛利の弱点すぎないか。参ります。 AK が強すぎる剣。後に続け。じゃあこのまま行きましょう。そして塩松義弘も到着と。まあ66日の交渉だね。あんまり待つのめんどくさいからさ、交渉でパカパカ取ってってほしい。で、包囲ということで、まあ、61日の交渉だね。結構交渉が毛利家に対しては通るんで、意外と楽ですね、毛利家の攻略は。月曜。で、うちの金銭収入がやばいことになってますが、まあ無視してこのままいきます。サクッと取れれば楽なんだけどね。そして、あー、これは迷うね。106ってことは、13の差か、剣を生かせるか、義弘生かせるかなんだけど、ここは義弘生かせます。結構相性が合ってると、上司投稿応じてくれるんだよね。相性が重要な気がする。51%。あ、ダメか。だったら、剣に任せた方が良かったかな。そして、義久公に頼みましょう。63%。あ、意外と。意外と飲んでくれない。あ、で、照本出てきてるんだが。
決戦なさらずとも我らの勝ちは揺るがない。じゃあいいね、決戦しなくて。なんで出てきた？決して砕きはしない。ちょっと今度こそはって思っちゃったのかな、テルモト。まあ、10日で落ちるみたいなんで交渉もしないね。こうやって兵を散らす男になっちゃったか。でもよかったね、初めて軍を出して戦争っていうことをやったから偉いかもしれない。よいしょ。じゃあ解散と。で、矢吹城、山吹城かな、迎えましょう。山吹で合ってるかな。合ってるね、よかった。視聴者さんに矢吹って何ですかって言われちゃうところだった。そして北条包囲網が終わりと。これは辛いな、北条包囲網が収束してしまうのは。そして春になりました。あ、兵が返してもらう時が来たと言ってるんだけど、そうか、年下さえは多分一旦騎乗になりそうだな。で、北条包囲網が終わったっつってるけど、まあ、関係ないね。北条は守りきったね、土地。あ、上杉が若干取ってる？この辺。まあまあまあ、でも、全然だね。これは何？徳川と北条が戦ってるって感じか。まあ、北条が勝ちそうですな。まあ、いいでしょう。このまま行きます。で、山吹城に到着。34日強行でいいみたいなんで、強行します。よし。そして年下隊が騎乗したね。まあみんな返してあげましょう。結構毛利って優秀なやついるかもしれないね、この次回でも。小早川高景とかがいるから、まあまあまあ全然遊べるとは思う。で、君何人出ようとしてんの。15400。いざ参らん。大丈夫だね、このまま参りましょう。よし、徳山城を突破したぞ。行くぞ。じゃあ周防城に向かって、そのせいで1万2000に減ったんで、多分これも全然迎撃できるんだよな。順調すぎる。じゃあここ3日待って交渉だね。こんなもんか。よし、交渉だ、行ってこい。高速壁お兄さん。清水さんか。宗春の、清水宗春が有名だけど、一族かもしれないね。で、全面投降 60% か。頼む。よし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 。この戦、勝ちはもらったぞ。順調すぎるな。じゃあこれこのまま、北上でいいかな。進め。このまま、行きましょう。あ、兵が引いた。もらってくぜ。引いちゃうんだね、兵。予想外です。いざ参らん。じゃあ、さつき城に向かいましょう。さつき城で合ってる？しずき城ですね。誤字が多い。病には勝てぬか。よいしょ。で、長雨により洪水が起きていますということなんですけど、まあ問題ないかな。そして、三刀屋での洪水の被害22。ちょっと多いけど、まあまあまあ問題ないね。これより表情を。そして表情ということで、まあ、欲しい能力がいっぱいあるんですが、まあ、今回は軍事と論議にしましょう。80 58 62。これにて表情を終える。ここまで倒してようやく優秀なやつがちょっくら出てきたって感じか。あ、鉄砲貿易で貿易港鉄砲獲得増で、これで商業港が貿易港になってるんで、多分、効率が良くなるんじゃないか？商業港が8港が貿易港化するっていうだけで、効果あるはずだ。で、とりあえず、こんなもんかな？ご命令くだされ。で、お金の支出が多くなってるっていうのが本当に辛いですが、まあ仕方ない。このまま向かいます。多分ね、洪水の被害とか、そういうのも関わってるんじゃないかな。よいしょ。じゃあこいつらは解散と。で、吉弘隊ももうお仕事終わってるんで、吉坂騎乗させます。あとはもう
徳川じゃないね、豊臣を倒すだけだね。よいしょ、宗茂も頑張りましたね。じゃあ解散。かたじけない。宗茂もありがとう。じゃあこれこのままいきましょう。なんだかんだ言って立花宗茂が一番城取ってる気がするんだけど、優秀だったな。エケイが27日で落ちるの多い。これはいいね。そして、しずき城にも到着。しずきは、方位は66日なんで、ここ交渉で取れたらでかいね。まあ、時間を進めて、10日後に、どうなるかわかる。よし。剣女行ってこい。相性もマックスだ。お前ならいけるはずだ。全面投降頼む。よし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 。1ヶ月分の兵糧が浮いたぞ。多分、結構な兵糧の量浮いたんじゃないかな、これで。よし、じゃあ時を進めて、毛利をサクッと倒して、終わりにしましょう。よいしょ。あ、お金がなくなってますね。まあ、仕方ないのかな。じゃあ、ちょいくら進めて、多分すぐ取れると思う。よし、高津城を兵糧攻めで落としたぞ。この城、もらい受ける。ということで、毛利家は島津家によって滅ぼされました。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。